岐阜県では市町村、医療関係者、そして県民の皆様のご協力により新型コロナウイルス対策に取り組んできました。しかし感染力が非常に強いデルタ株の感染拡大が懸念されています。変異株にも有効な基本的な感染防止対策をこれまで通り徹底してください。いよいよ人流が活発化する本格的な夏が到来しました。感染拡大地域からの帰省や普段会わない人との会合、飲食の自粛など、自分だけでなく家族や友人の命を守る行動を徹底してください。ワクチンを接種した後でも発症予防効果は 100% ではありません。引き続き基本的な感染予防対策を継続してください。この夏感染の再拡大を防ぎましょう。引き続き感染防止対策にご協力よろしくお願いします。